公益通報報道局の時間が始まりました。今回は2022年10月になってもなお続くライフ八重の里店の暴力レジシステムについて皆さんに提案しますので、どうぞ見てください。まずご紹介します。このようにずらっと暴力レジシステムが並んでいます。これは有形力被害を皆さんが受ける仕組みになっています。つまり具体的にどういうことかというと、一つのレジシステムにこのように会計機がだいたい2台設置されています。こういう偶像システムによって有形力被害が発生することになります。で、まあおよそ暴行罪、罰金刑最大30万円、懲役刑は最大2年となっています。まあ、それでこのレジを使う場合、まあ大体問題となる行為がありまして、で、刑法を見ていきます。で、共同正犯第60条。これは前回も紹介したのですが、まあ、こういうふうに書かれてあります。で、教唆第61条と続きます。まあ、要するにその、教唆罪というのは犯罪ですよっていうことが書いてあります。で、そして、補助罪。犯罪行為を補助したもの。当然ながら犯罪ですよっていう意味。で、こういう所狭しと暴力レジシステムが並んでる。だ、基本的に1台のレジシステムにつき会計は1台でいいんだよね。で、それちょっと難しい字だったから、その補助っていうのを大きくしたら、このように書く。これが補助罪っていうものです。正犯を補助したものは従犯とする。